レペゼンタイマーが世界一。クッシュ。皆さんこんにちは、DJ 加藤です。今日はですね、あのはじめ社長が思考用タイマーの合法化活動をね、始めそうなんじゃないかっていう噂をね、検証していきたいなと思います。でね、はっきり結論から先に言っておくと、この噂は本当だと思います。というのもですね、あの最近話題になった、睡眠改善薬とカフェインどっちが強いのかみたいな検証動画を上げてですね、で、まあ、不適切だっていうことであの動画が削除されたじゃないですか。あれはですね、おそらくタイマーを合法化すると今その不眠に悩んでる日本人が結構多いと思うんですけれども、彼らがねだいぶ寝やすくなるというか、その結構手助けになると思うんですよ、タイマーを合法化するとね。なので、まあ、タイマーを合法化して、でそういった不眠に悩んでる人たちの、まあ、手助けをしていこうじゃないかっていう思想の表れだと思うんですよ。っていうのも僕がですね、何度もこのウームのヒカキンに向けてですね、スペシャルアドバイスというか、2019年を乗り切るために必要な戦略みたいなものをヒカキンに教えてあげてるんですよ。でまだ代金が支払われてないので、まあ、早くしてほしいなと思ってるんですけども、まあ、同じ事務所に所属していて、で、まあ、ヒカキンに向けたアドバイスをね、そのはじめ社長が俺から盗んだ形になるんじゃないかなと思います。で、まあ、それ自体はね、全然俺は構わないというか、思考用タイマーの合法化がね、しっかり議論された形で合法化されるんだったら全然いいと思ってるんで、はじめ社長は、ぜひねレペゼンタイマーに入って一緒に思考用のタイマー合法化ね、頑張っていきましょう。あとヒカキンはね、早く料金を振り込むようにお願いします。今回は以上です。チャンネル登録してね、チャンネル登録して。